現在平均得点日本ランクは3位です。ペリンビフォード外に振って谷口大地のスリーポイント、ファーストショットです。来ましたね。少し乱れながらに K にボールをつないでいる。ショットクロックは10秒を切りました。ここはここでビフォードにつないだ、中に入っていく、しっかりスペースを作りました。一気につないだ安藤誠也、フェイクの後中に侵入、またパスで外にさばいていく、谷口のスリーポイント決まりました。2本目です。白浜選手いいエクストラパスでしたね、はい、2本目のスリーポイント。島根が1点、岡田のアシストにしっかり応えました。半沢ペリンビフォードはミドルジャンパーを選択です。まあ、そのあたりはやはり岡田を中心にしっかりとボールムーブメントを起こすことに成功しています。島根の攻撃です。パスだ、3本目なるか谷口、いやー来ましたね、止まらないですね。3本目のスリーポイント、谷口大地、これは島根守るか、守りました。いやいいですね、谷口選手と後ろからヘルプで飛んできた平等選手のプレッシャー効きましたね。そのビフォードは一気にいってパスだ、津山のスリーポイント続きます。関選手この辺り1人という第2クォーターのスタートになりました。一方の島根はルーキーのワイリーもそのままで、そこのパスから津山だ、津山選手少し深い位置だったんですが決めてきましたね、はい、外国籍1人でスタートした第2クォーターだったんですが、ここで戻してきました京都。コーナーの半沢から、いやこれは後ろから手を出していった島根のハッサン・マーティン、スティールになった島根はニックイからこの位置の安藤にボールを戻して、安藤そのまま自らです。少し短くなったもののハッサン・マーティンのリバウンド、ね、押し込みましたね。マーティン選手かなり高い位置からプレッシャーをかけていきました。京都はクリエイトをどうしていくか、はい、一つこの後注目したいですね。ターンオーバーを誘発させた島根はここもインサイドにボールをつないでいく。ダンクイローからのマーティン選手、島根はビフォード、安藤誠也、トップの位置、スリーポイント来ました。安藤選手一つ目、今日1つ目来ましたね、はい、平均得点リーグ3位の安藤誠也です。そして中にアタックするブロックだ、ただボールはまだ京都です。ショットクロックは時間なくなってきていますが、最後は島根が守りました。そしてこの動きです、ビフォードパスだ、また空いている、3本目、津山選手2度は落としませんでしたね、はい、ビフォードに対して半沢、これしっかりスクリーン、谷口が入ってディフェンススイッチした後のミドルショットを射抜いていきます。さあ厳しいディフェンスを敷いていたのは京都の渋田です。ただビフォードのこの突破力、ただリバウンド、ハッサン・マーティン、ただ島根もなんとかリードの状況を作り出してこの第4クォーターに入ってきました。最初のショットはどうか、ここできました、さすがのニック・ケイです。しっかりとハッサン・マーティンがスクリーンに入って、春山ケビン、ニック・ケイに託した後リズムよくボールを回すんですが、インサイドどうか、これを沈めた、マーティン選手うまくターンアラウンドで4点差です。安藤誠也ストップしてのジャンパー、さすがの1本です。これで2点差、島根は第3クォーター猛追にあったものの、山ケイ選手、谷口も今日3ポイント3本、ここから安藤誠也、渋田もしっかり壁を作っているんですが、その上でした。このわずかな点差をしっかり続けている岡田がそのまま行くが、守った島根、しかしその後しっかりカバーする、リバウンドはどちらか、島根です。いや守り切りましたね、マーティン選手すごいブロックでしたね、はい、さあ残り15秒です。4点追いかける島根、ここで加速していったペリピフォード、さあこれで2点差、決め切りましたね、ね、早い段階、いやー来るかもしれませんね。さあ2秒、最後のショットどうか、これは短いリバウンド、京都が最後ボールを獲得しました。いやこれは大きな大きな勝利ですね京都。今日はまたロスターのメンバーが欠けていて非常に苦しかったはずの京都ハンナリーズ、第3クォーターから最高の猛追、第4クォーターでの大逆転劇、75対72、3点のリードで京都ハンナリーズが勝利を収めました。